三遊,三遊亭トム、三遊亭トム、三遊亭トム、1983年12月31日体は、日本の笑いタレント、落語家、俳優である。別名に、旧芸名、本名は、末高トム、旧講座名は、三遊亭コウモリ。演楽一門会、エ b ベックスマネジメントに所属。東京都新宿区西早稲田出身。 明治学院東村山高等学校卒業、アジア大学中退。実家は、東京都板橋区時和大の末高司会院。1999年2月、お笑い芸人、末高トムでデビュー、ホリプロコム所属、2011年9月14日まで。2011年8月、落語家の三遊亭公楽に入門し、三遊亭公盛として活動していくことを発表。 2013年2月、R-1 グランプリ決勝進出。2014年4月伊勢神宮下空戦空間にて、落語家初の放納落語を行った。2014年9月、二つ目昇進及び講座名を、三遊亭トムに改名。出林は、石段。2015年11月11日、三歳年上の一般女性と結婚。 2016年5月28日、ヒルトン東京で挙式、披露宴を行った。2017年10月31日、第一種となる男児が誕生した。また、エーベックスマネジメントの所属になったことを合わせて、発表した。マラソンテニスピアノ、神社巡りラジャレスキー、シーチスキー検定ゴールド一級機器水、水ソムリエ資格保持、自販機ビジネス。 師匠エピソード。持ちネタの中では、ドドイツを得意とし、ドドイツ親子と題した話などがある。小学生低学年レベルのダジャレをベースとしたネタを得意とし、笑わせることを目的としておらず、その場を効率化せることを目的とした芸風。お玉とげたを組み合わせた、お玉げたなど。基本的にネタは、すべて巨大なドラムバッグから取り出す。日用品をつなげたり、 少し改造した小さなものから、加減製品や工作品など大がかりなものを使った、ネタもある。また、ネタのうちには、必ず、はい、末高と夢と左手を首のあたりでひらひらさせるアクションをする。お笑い番組だけでなく、芸能レポーター的な仕事でダジャレを披露することも、多い。ネタの一例、中学生の頃に、チェキ娘のファンになり、いつか、 チェキン娘と共演したいと思って、チェキン娘の出演していた、フジテレビの番組、大抜擢、の木曜日のコーナーに出演し、ネタを披露したことがあった。2000年、ミスターヤングマガジンのグランプリを受賞したことがある。その際に、審査の写真として、パンツ一丁になり、体に、2000ミレニアムおめでとうと書いた写真を送った。15歳の時に、 母親をスタッフにして、ライブを主催した。前述の通り実家が、歯会医員を経営しているため、道楽者、親のすねか、ジリなどと言われることもあるが、実際にはアルバイトをして、小道具を買っているという。大学受験の面接で、ダジャレのネタをやった結果、合格した。事務所の先輩、井戸田淳、スピードワゴン曰く、ネタにできそうな道具はとりあえず買うという。また、 同じピン芸人の高橋工房から小道具の提供を受けることもある。高橋は末高の専属で勝負提供を行っていたこともある。中にはネタに使えなかったり、ぎこちないことになってしまうこともある。爆笑そっくりモノマネ紅白か、合戦2004年年末の会に出場した際、得意のネタで勝負に出て受けるが、同じ番組に出ていた佐賀正弘、X 1に、 末高たかとゆのネタをその場で盗まれしまう。佐賀根は司会者陣に怒られていた。日本テレビ系ドラマのぶたをプロデュースでは同世代でもあるボレロの渡辺圭介とディスティニーというコンビを組んだ。また、同ドラマで共演したカトゥーンの亀梨和也とは親交が深い。のぶたをプロデュースのオーディションを受けるために同局のラジカルでのお天気コーナーを代役として 同じジムの後輩のザ・タッチに勤めてもらったが、ザ・タッチが急激に売れ出したためにお天気コーナーの出演が立ち消えになった。その後、2007年3月にラジカルは降板。ザ・タッチ・ビームと DVD の発売記者会見を行ったが、ザ・タッチがメインだったため、ワイドショーの放送ではほとんど出番がなかった。ウエンツ・エイジと親交が深い。 2010年10月11日放送のもしものシミュレーションバラエティを試しかの3時間 SP ではウエンツの相方として番組後半に遅れて出演するが他の出演者たちは小池鉄平の出演を期待していたために微妙な雰囲気となり登場時や合間に行ったダジャレネタも不発に終わった TBSK で放送されたドアーズ2006で 末高はボケをしていたらしいが、MC であるナインティナインがフォローできなかった。本来なら、先輩芸人は若手芸人のフォローをする。日本テレビ系の第66回金ちゃんカトリ慎吾の全日本仮想大賞に、ボディーブレードという作品で出場したことがある。文化放送の大竹誠ゴールデンラジオ。 で、月3万5千円前後の出演料と副業を明かしたことがある。また、ラジオ番組の企画で、レギュラーコーナーを1日だけ素人と強制的に交換された子もあった。アッコにおまかせ。のコーナー、おまかせ、人間遺産で、ミネラルウォーターの銘柄を飲み比べて当てる、聞き水に挑戦し、全問正解で人間遺産に認められた。特技は絶賛されたが、 ダジャレネタを連発したため、事務所の大先輩である、和田明子を困惑させた。歌舞伎役者の市川幸太郎、NHK アナウンサーの渡辺沢子、宝塚幸組の千風カ,カレンは幼稚園の同窓である。落語、落語の頭文字、R を由来とする、第11回 R-1 グランプリにて、桂三度とと共に、第1回以来の10年ぶりの落語家として、 決勝大会に出場する。結果は、決勝大会出場者唯一の0点となり、レギュラー出演する、大竹誠ゴールデンラジオ、で、最優定0点と揶揄された。なお、本人は、R、R-1 効果で2週間は持てるとナンパに、励んでいた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。